ステージ。私昔から見てた作品の中の貞子さんであるわけですからね、本当に感慨深いものもありますし、すごくワクワクしております。まあ、でもね、それこそもう一回僕見直したとはいえど、まだ画面の中でしかその貞子さんとはお会いしてないとか見てないので、まあ、早く貞子さんにお会いしたいと思います。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。嬉しいです。今回ジェイ・ブラウン歌舞伎、私務めさせていただきます。最初にお話をいただいた時は、どういう風になるのかな、そして貞子と共演ができる、私ももちろん映画拝見させていただいておりましたんで、この貞子を歌舞伎にするってこと、僕は貞子やらせていただけるのかなですね。まあ、どちらかというと、播州皿屋敷、番町皿屋敷が元になったものなんですけれども、播州皿屋敷と、この貞子がコラボという感じなんですね。そして貞子の井戸暮らしっていう YouTube があるんですけれども、それを拝見してるとですね、非常に可愛らしいんですよ。この貞子さん愛嬌あるんですよ。貞ちゃんって感じなんですけれども、けれどもその一瞬でですね、例えば本当に普通にただ井戸から出てこられるだけなんですけれども、ちょっと画像が変わったりするだけで何も怖いことしてないんですよ。ただ動いてるだけで本当に怖かったりするので、いや多分このジェホラーはものすごい怖くなると思います。今井さんの印象ですか？初めてお会いした時からとても熱い方で、情熱的な方で、真面目ですね。自由にやっていただけたらなと思います。歌舞伎の演技を求める場面もそんなにないので、ですから、そういう意味では自由に羽を伸ばして、やっていただけたらなと思います。愛之助さん、一緒に目を切りたいので教えてくださいとのことです。愛之助さん、よろしいでしょうか？はい、心得ました。